あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ということで、まあこれね、高い位置に大弓を設置しろっていうことなんで、こっち側とあとこっち側、一応両方に仕掛けといたんやけど、うん、こっちとこっち4方向にした方がいいかもしれんけど、まあとりあえず2方向だけで、今回は戦いのマークが出とるんよね。ということで、そろそろ戦いが。へい、あゆなよ、大変じゃ。魔物たちの大軍勢がこの町に攻めてくるぞ。様々な病を癒し、この地を浄化しうる聖なる雫もできた。ヘルコンドルもいよいよ本気でわしらを潰すつもりと見える。あゆなよ、これがこの地での最後の決戦となろう。お、最後？まずは襲ってくるヘルコンドルの配下の魔物たちを倒すのじゃ。ところでアユナ、病が癒えたエルに声はかけたか？あ、まだかけてないかな。あやつ、わしらだけでことを進めたと知ればきっと報われるでな。さあ、皆で魔物を倒そうぞ。アユナ、戦いの準備は良いか？おう、いけるさ。めっちゃ顔が埋もれてる。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。ヘルコンドル仲間呼んだ。こっち？あ、こっち？え？こっちか。いや、急に。え、てか、これが最後の決戦ってことは、なんか、生えてきたぞ。これが最後の対戦ってことは、またあれかな？前のメルキドの時にさ、ちょっと武器が。前のメルキドの時にはさ、その最後のゴーレムにたどり着くまでに、なんか3回戦ぐらいあったやん。今回もそういう感じかな。お、やべえ、何今の会心の一撃？ 25 とか一気にいったよ。よいしょ。壊したまま回収できてないブロックがあるね。魔物の軍団を倒した。でも多分またすぐに、ほら。モンスターを倒せ、7。お、ほらほらほら、24とかさ。この武器いいわ。使えるね。あ、そっか。ゾンビのパターン。ん？なんか落ちとる？うわー。こいつらね、動き早いんよね。お、ほら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 。でもこの武器があれば大丈夫なんだな。うお。かかって油断しよったらやられるっていうね。はあ、やった。あ、待って、隊長どこ？どれ隊長？え、隊長どれ？いなくね？ん？いなくない？それ隊長違うよね。向こう側とか？もしかしてもうやっつけた？はははは、待って、もうこの辺もドクロの町じゃないもんね。みんな普通に歩いていけるもんね。うお。いやー、体がしびれた。おし。あれ、すべてのモンスター倒したじゃん。隊長誰が倒したの？ありがとうね。バトルコンプリート。毒消し層5個手に入れた。てか言って自分が倒しとったりして。あ、ほらほらほら。元老はまた出とるやろ？戦いのマーク。さあ、次は？よくやってくれたぞ、アユナ。よくぞ魔物たちを倒してくれた。しかしじゃ、さらなるヘルコンドルの軍勢が迫ってきておる。さあ、アユナよ。共にヘルコンドルの手下どもを追い払おうぞ。どうじゃ、魔物たちを迎え撃つ準備は良いか？ほい。てか、私ちょっとお腹空いてなかった。大丈夫。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。あれ、別にやね。別にそんなにお腹空いとるわけじゃないし、別に体力も普通にあるんだけど、なんでこんな疲れとんやん？疲れてない。気のせいか。キャタピラー軍団来たし。へへへへへ。こいつら、うおー、ほら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 。こいつらね、体麻痺させてくるから嫌なんで、おー。そっか、尻尾側ダメなんだっけ。メイジドラキーも来たし。へへへ、おっほー。何？メイジドラキーの攻撃ですか？ほら、みんなも
おお、あ、待って、体力少ない。ちょ、これは回復を。傷薬めっちゃあるけんね。よし、これでいこう。みんなめっちゃ痺れてるけど大丈夫？あれ？武器が。武器を変えてしまってた。なんか今回、この街はさ、戦ってくれる住民がすごく多いから助かるね。メルキドってなんかそんなにおらんかった気がする。住人自体が少なかったんかな。お、来た来た。住人自体が少なかったんかもしれんけど、おお、ちょっと尻尾をこっちにやるのやめてくれ。いや、しびれたしびれた。今回はすごく助かっているんだ。って言っても二人ぐらいはね、多分まだ街の中におって、避難しとると思うけど。あ、やばい。なんかしびれたぞ。ちょ、体力。背後から、うお、なになになに、しびれた。あれ、キャトピラーじゃなくてもうしびれるってことかな。魔王軍団の隊長現れた。え、だからどこにいなくね。もしかしてあれ、文字が出てくるのが遅れとんかな。え、これが隊長ってこと、もしかして。あ、そうかもしれない。なんか普通のキャトピラーよりでかいような気がする。でかいんかな、わからねー。からね、なんか体調の印みたいなのない。普通のと比較せんとわからんかな。すべてのモンスター倒した。イエーイ、バトルコンプリート。満月丸を5個手に入れた。おし、これでまた話す。アユナ、よくやってくれた。よくぞヘルコンドルの手下どもを倒してくれたの。さあ、もうすぐじゃ。おそらく次に来る魔物たちを蹴散らせば、この島の病苦の元凶、ヘルコンドルがやってくるじゃろう。お、3回戦で、とりあえず。まずは、ハイから魔物たちを倒すのじゃ。アイネよ、準備は良いか？ほい、頑張ろう。みんなで乗り切ろう。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。でもさ、前回、メルキドの時にさ、へえ、びっくりした。いつもこのわさわさびっくりするよね。じゃあそこどいてくれんかな。よし。イエーイ。お、多くね。なんか前回ゴーレムの時にさ、メルキドのね。あー、待って、体力。なんかみんなさ、一斉に消えて、あたし一人で戦っとったやんか。なんか最後のヘルコンドルの時ってもしかしてこっちも同じように。一人での戦いになるんかな。ちょ、みんな、なんか私一人じゃない。みんな外にいます。あそこで戦いよんかな。あ、待って、やべえ。よし、大丈夫やね。あ、戦いよるね。ありがとう。へいへいへい。あ、お腹が減った。パン。よし、ちょ、街に近寄るな。さあ、みんな結構強いんよね。あ、ゾンビ来た、ゾンビ。人面獣はね、桃垣の実を落としてくれるから。お、初めてリカントの毛皮を手に入れた。やった。なに、毛皮にも種類があるんや。よし。てか、暗。へい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 。あ、隊長、これは分かったよ。これは分かったよ。お、結構。よし。これでしょ、隊長。なんか他のさ、あ、待って、体力。ちげえ、パン食べてる場合じゃねえわ。よし、オッケー。なんか他の、腐った死体とかに比べて、服の色が違うし、大きさが違う。あ、待って、あれ、リカントの毛皮じゃないの？バトルコンプリート。薬草を5個手に入れた。イエーイ。ということで、ちょ、暗いんだ。みんなが拍手してる中、私は寝るよ。あれやね、さっきの3回戦の前に、うわ、みんな一晩中拍手しよった。やば。
ねえ、さっき、あ、ほら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 、もう元老庵の吹き出しの色じゃねえわ、元老庵の吹き出しの形が変わっとる。ということで、まあ、3回戦終わってヘルコンドル、次回ヘルコンドルっていうことで、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いよいよ最終決戦や。もうすでに次の土地がすごい楽しみなんやけど。